札幌市白石区で15歳の男子中学生が40歳の母親を殺害したとして逮捕された事件で児童相談所がこの家庭について母親による養育が難しいという理由で事情を聞いていたことが分かりました札幌市白石区に住む15歳の男子中学生は7日自宅アパートで40歳の母親の首を圧迫し殺害した疑いで逮捕・送検されています これまでの調べに対し、男子中学生は紐で首を絞めたと話していて、警察は犯行の直前に母親と口論になったと見ています。関係者によりますと、男子中学生は以前父親と暮らしていましたが、今年に入って母親と同居するようになり、事件当時は少年と母親、妹の3人で暮らしていました。また、この過程をめぐって児童相談所が 母親による養育が困難だとして事情を聞いていたことが新たに分かりました警察は母親との間に何があったのか詳しいいきさつを調べています